つうことで、なんか新郎に行かなきゃいけないらしいので、新郎ってみんな覚えてる？なんか、決闘するところだよ、新郎。レールガン。これはシップの残骸だぞ。それもかなりのデカさだ。エネルギーの放射パターンが違います。ディファレントクラスのシップの補助プログラムのパターンです。ふん。なるほど。これは遺跡と思われたがシップだったわけね。だからこの中をなんかゴソゴソすれば、ロボに使え、ロボ？ スケルトンの口からなんか出るのはちょっとさ ちょっとちげえ気がすんな。ということで、ここを探索していこうと思う。ということでですね、隠し部屋を発見しました。この部屋は無傷だなって。予備電源が稼働中。すげえな。これ何年前とかなの？T260 の情報があった。 RB さんって何ですか？臨戦態勢を除き第二警戒へ行こう。なんかあれか。なんか剣がいいんだよね、確かこれ。RB3 型の破壊であることが確認されました。ということで、なんか着々と謎が明かされていきますね。じゃあ次はあれかな、マンハッタンかな。ということで、マンハッタンにやってきました。この人絶対怪しいよね。怪しすぎる、やっぱり。どこのメーカーって。そんなさ、ナイキですか、リーボックですかみたいなこと言われてもさ、タコ製じゃボケっていうね。 なるほど。ってか、この人がレオナルドなんじゃないの？ほら、やっぱり。僕がレオナルドだよって。普通だな。普通に教えてくれるんだな。あ、すごい。なんか 3D プリンターみたいな、なんかもう 3D でなんか読み込まれてる、これ。これでわかるの？超なんか 3D だけど。すげえ、なんかいろんな光を照射してわかるんですね。ずっと違ってるところの方が多いんだ。だからこれ以上コア やめてください。本当にやめてください。コアの分解だけはやめてください。手が4、5本なきゃできないような仕事してるかと言われると、まあそうだな。なるほど。もしかして背中とかにメモリーが足りないってがっつり書いてあったの？それはちょっとやだな。いやー、無事レオナルド博士に会うことができてよかったね。
レナルド博士超イケメンだな。てか、あ、そうそう、それで会ったよっていう報告をしに来たんだけど、そしたらもう博士いきなりもうなんか爆発事故で亡くなってるって、これどういうことっていう、マジでもうさ勘弁してくれぜっていう。ということで、あの、もしかしたらなんか残ってるかもしれないから博士のところにもう一回行ってみよう。博士もうさ急展開すぎん？爆発事故で亡くなるってさ、博士なんか狙え？いや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 、ちゃんともらいましたよ、ちゃんともらったやつですよ。博士、あ、なんか博士の声がする。そのスイッチを押してくれないか。ほう、なんかせり上がってくる。え、博士、もしかして博士、博士ロボバージョンなの？博士かっこ悪い。なるほど。中央情報室、タルタロスの内部に行く。タルタロスってまずどこなの？あ、とか言ってる間にちょっとタルタロスに強制送還されてしまった。んで？あ、なんか列車みたいな感じなんですね。すげえな、あのジオフロントに行くみたいな感じだな、エヴァンゲリオンの。うわ、すげえ、なんかすげえ、なんか地下施設に来たねこれ。で、地下施設進んでいくと、すごいもう中央の、もう超中央中の中央みたいなとこ来たんだけど、あ、すんげえ、これ絶対敵出るでしょ。敵出ないわけないもの、この感じ。敵出ちゃうんじゃない？あ、なんかすっごい、これ開けちゃダメなやつじゃないの？開けなくていいのね。ここからアクセスすればいいだけね。オッケー。で、あ、これあれじゃない？あの機械語とかいうやつじゃない？機械同士は理解できるけど人間は理解できないっていう。やばいな。そう、 RB3 ってなんかあったよね。HQ なんだろうな、エッチなクイズかな。で、組織、まあということでね、次はあのおそらくその HQ というところに乗り込む、もしくはその HQ について何なのかっていうのを探りに行かなきゃいけないことになったね。ということでまた HQ で会いましょう。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また明日も見に来てくださいね。